アキラ、お兄さん、やって、はい、こいつ子沢山になってた、無人島で。こんにちは、アキラお兄さんで、バイ。いやー、今はね、とてもあきらお兄さんのこの企画がこんな感情の中、やってるんですけどもね、まだ企画の途中でして、この企画がまあまれに見るクソ企画ということで、ちょっと老けました、あきらお兄さん。ちょっとあきらお兄さんはもう疲れてます。はい、なのでちょっと元気をもらおうと思います。元気をもらいましょう。今回の企画はマックデリバリー、イエーイ。やっぱマックですよ、マックですね。ビッグマック、ビッグマックいきましょう。はい、はい、今回はマックのデリバリーを頼むという、頼みましょう。はい、いろいろその秋の新商品も出てるんで、はい、ね、チキンバーガーとか頼んでみようかなと。はい、毎年出るけど気づいたら終わってるんですよね。ああ、はいはいはい。どうします、おすすめから見ます。はい、おすすめ。あ、いいですね。濃厚とろーりチキン、あ、いきましょう。チキンバーガーいきます。全部いこう。何かあと追加、チキンバーガーも行くでしょ、行くでしょ。なんて言ってて、こちらはね、もうもりもり食べ盛りがいっぱいいますからね。そうですよ。わあ、これ行きたかったな。ご飯チキン、ご飯バーガーね。あれ、ん、何時ですか今日は。え、無理ですよ。その延長無理ですよ。だからもう押し押しでちょっと焦ってますよ。なんか当たり前のようにやってますけど。うわ、あ、これはね、あれです、侍ですね。侍、はい、ジュルボイは好きやった。ビッグマック好きやな。で、サイドはこうやって。俺この炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフにします。あー、侍のね、うん、やっぱりコーラ派ですか。そうね、コーラかな。枝豆コーラ、うん、へー、サラダにしてみよう。おー、テレ焼きもいく。はい、テレ焼きマックバーガー、マックバーガー、テレ焼きマックバーガー、あったあった、テレ焼きマックバーガー。あれしますか、サイドメニューのナゲット。サイドメニュー、ナゲット15ピースいきます。あ、で、3つつけることができて、はい、これで、はい、来ました。おー、これでカートに進みます。はいはい、簡単だな。4600円。おい、じゃあ5000円企画ってことで。5000円企画も後付けの。だってね、5000円企画で行こっかって僕言ったんですよ、柔道ボーイに。そしたら柔道ボーイが、いや、5000円ってなったらすごい頼みますよ、食えますかみたいな、相当贅沢ですよ、って言って、バーって頼んでもらったら、これじゃあこれでお会計進みますよ。ポン、うわ、なるほど、はい、いいとこで広告出すな。1個ずつ言っときましょう。1個ずつ言っときましょう。和三盆きなこ味の月見マックシェイク、じゃあ絶対うまい。黒蜜とわらび餅の月見マック、絶対うまい。これでいい入れ方するな、うん、見事にこれでちょうど5000円ぐらい。うん、くー、チャイオーバー、チャイオーバーです。デリバリー料も入るんで5420円。まあいいでしょう。いいですか。はいはい、ご注文確定しますよ。はいはい、じゃあここはあとはお任せしましょうか、ね。はい、さあ届きました。やりました、夢企画、ペコペコいや、朝で連絡して、今日は朝ごはん食べた方がいいって聞いたら、いや、今日は食べない方がいいと思いますっていうことで、そうですよ、やりましたけど、はい、待たせすぎこのマックの企画まで待たせすぎペコペコやわ。先にやりすぎるとまた眠くたくなるし、まあまあまあ確かにね、うん、最初が、あー、出た出た出た、あ、これナゲットですね、15ピースね、15ピースいいじゃない、はい、まあ、こちらがまあポテト系ですね、うん、はい、最高。まとめてあのバーガー、テレ焼きバーガー、テレ焼きバーガー、はい、あ、濃厚とろーりつきみ、はい、濃厚とろーりつきみ、つきみ、これやっぱり秋の陣なんで、はいはいはい、はい、月見がやっぱりメインですね、はいはい、5000円企画といえども。で、サムライマック、サムライマックはね、2つあります。2つ、はい、はいはい、そしてビッグマック、はい、ビッグマック、はい、サラダセット、はい、なんとアキラお兄さんドレッシングなしです。はい、ドレッシング、ドレッシングなし、はいはい、そうですね、そのあとその月見のマックシェイクも、はい、これもね。というわけでこれだけ5000円できました。マックで5000円でなかなか買わないですよね。いや、買わへん。ただこれ僕今じゃあ食べれるかって言われたらちょっと頑張れるかな。いけんのかい
いけんのかい。じゃあ食べていきましょう。行きましょうよ。はい、はい、チーズ好きでしたよね、アキラさん。チーズ好きですよ。この月見チーズと濃厚とろーり月見ね。まず月見から、ノーマル月見から。ノーマル月見からいきますかね。はい、ノーマル月見いきましょう。いただきます、はい、いただきます。あ、もう好き。え、でも月見バーガーってもともとベーコン入ってた？入ってなかったイメージあんねんけど、昔。あー、確かになかったかもしれないですね。ベーコン乗ってるで、俺も。ちなみにうちの柔道ボーイ、週3、そうだ、行くね。朝飯はほぼマック。へー、あ、そう。とりあえず、はい、月見、ベーコンあったっけな。いただきます。うん、うん、最高。言うとさ、朝一発目の食事やから。あ、そっか、激うま。うん、え、結構月見バーガー発売されたら食べます？普通に最近卵が入ってるバーガー増えたやん。ありますありますあります。なのでそこまで昔ほどいかんくなった。ああ、それこそね、あの朝マックとかだとエッグマックとかもありますし。でもやっぱ間違いない、うまい。間違いないですか？うまいです、はい、月見チーズ。もうでも明野さんもチーズバーガー大好きですから。ですよね。うまそう、うまそう。いただきます。うん、うん、うまい。うーん、こっち行っちゃうな。まあ、私こっち行っちゃいます。はい、行っちゃいますか。はい、とりあえず1位ですね。うまい、1位です。うまい。いいですね、月を見る心が上を向くっていうね。あ、自分が見てるだけじゃないです、心が上向くんですよ。素晴らしい。なるほど、今まさに心が上向いてます。おい、もうほんま、もう濃厚とろーり月見。何がどうなんですか？とりあえずチーズがすごいですよ。うわ、すごい。何がどうなんですかね。バンズも違うくないですか、これ。ね、バンズも違います。本当だ、本当だ。いただきます。よいしょー。あー、マジっすか。うまい。早。あれ？バンズから何から？バンズがチーズ風味なんですって。うん、それか。うん。味わいが全然違うよ。へえ。うん。これはうまいぞ。定番化してほしい。単品420円。おお、なかなか。おお、なかなか。でもマジでうまい。ハンバーグ80円の時代は終わったんですね。終わった。うまい、これ。ええ。コーラとの相性、コーラとの相性最高。たまらんな、これ。あのアキラお兄さんの第一ダブチじゃないですか。うん、うん、第2なんでしたっけ。照り焼きとか。照り焼き、うんうん、あ、どこら辺食い込んできますか。ちょっとこれから。え、1位。うん、うえ、あの、お腹減ってるっていうのとストレス溜まってるっていうの2つ重なってるかもしれないけど、これはもうマジでうまい。顔にチーズが含まくってる。鼻にもついてます。うん、ちょっと秋のやつ制覇してみます。これが、これが何ですか。これがマックフルーリー。マックフルーリー。マックフルーリーに関しては俺たちは世代じゃないもんね。うん、すごい新しい感じが。黒蜜とわらび餅の月見マックフルーリー、うん、絶対うまいでしょ。うまー。うまー。うわー、これめちゃくちゃ贅沢やで。これ320円。うん、黒蜜が入ってることで大人も好き度が上がるというか。あ、うんうん、あのちょっと渋い味にもなってる。甘すぎない。そう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 。白玉がいた。え、マジっすか。うん、月やからかな。そうでしょうね、月やからかな。うまいこと言ったみたいな。最高です。いいね、やっぱいいですか。秋はいいですね。いいですか。はい、ね、食欲の秋ですから。はい、でこちらが月見マックシェイク。月見マックシェイクってどういうことやねんっていうことですよね。そうですね。あ、マックフルーリーは2006年発売。2006年か。15、6年前。もう26歳やもんね。うん、あ、僕ちょうどその高校生でマック全盛期。あ、じゃあもう、もう馴染みある。あ、もう夏とかね、結構マックシェイク。マックシェイク、うん、もうね、激渋。激渋。激渋の味。子供じゃないね、これ完全に大人向けというか。うん、読書って感じ。読書しながら飲むシェイク。お、うん、うまい。これ上品な味やわ。
っぱなんかマックシェイクってさちょっと悪い感じするよ、なんか体にあの背徳感というか、あこれやっちゃうとねってなるけど、これはならへん。へえ、うん、まあ本格的な和菓子を食べてるような、へえ、うん、感じのシェイクです。へえ、うまいですが、あきらお兄さんやっぱ今日はこれかな。おお、これです。 MVP です。月見シリーズはもうこちらです。ちょっと時間置いたら濃厚さとろーりさ減ってんちゃうのって思って、はい、全然とろーり全然とろーり全然濃厚。月見バーガーが340円、うん、チーズ月見が370円、そしてこれ420円。うーん、やっぱりランク分けがね、まあ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 、うん、でも出す価値ありだと私は思います。おお、はい、プラス80円、全然僕は出せます。おお、待った分、うん、美味しさも増すというか、美味しさも増してますよ、うん、はい。これが逆に400円台でいいんですかみたいな。なるほどね、うん、まずビッグマック照り焼きは絶対ありますね、うん、スパビーっていうのがあって、うんうんうん、辛さのやつ、うんうんうん、あれ好きで、うん、あれもプラス1個、あともう1個なんかサイドメニューなし、あんまり頼まないですね。え、どれぐらい食べる？もうビッグマックだけ。ビッグマックと何か食べるかって、セットで頼んで、うん、同じぐらい食べそうなのにやっぱハオヤン食べるな。え、マックスでどれぐらい食べてたの？セット2つに、うん、バーガープラス3。え、セット、え、セット2、セット2いった、はいはい、セット2で、うん、単品のバーガー3です。 5バーガー2ポテト、2サイド、 2ポテト、2ポテト、だってサイド選ばれなかった、選べなかったじゃないですか。金かかるからだよな、うん、野球ガチでやった時は中3の時そのぐらいですね。俺野球ガチでやってたけど全然小食やったね、うん、あんまり野菜食べてるところを YouTube で届けることもないないでしょう。しかもノードレッシング、はい、ノードレッシング、ノードレッシングってなかなかないでしょう。あ、そう、だってノードレッシングで行くのはウサギかアキラお兄さんぐらいじゃないですか。うん、筋肉、うん、筋肉かアキラお兄さんかウサギ、このにして俺筋肉なさすぎてウサギよりもないです。いや最高の時間でしたね、はい、皆さんこれ月見バーガーの季節ですけども、うん、はい、とろーり濃厚月見ですか、もう絶対おすすめです、うん、はい、皆さんぜひ買ってみてください。じゃあ、今から僕たちは食事に移ります。はい、というわけでちょっと遅めの昼休、ちょっと遅めの昼休です、はい、朝ごはん兼昼ごはんなので、大量に食べたいと思います。、はい、というわけで皆さんまたさよなら、バイーン。キングダムジャンケンいってよー、はい、キングダムジャンケンジャンケンホーリーというわけで僕はバーでした。というわけで